はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。前回のですね、動画であったんですが、トップバリューのウイスキーを、検索したときに、ちょっとふと思ったんですよね。俺の過去の動画っていうのが、とかね、もろもろ、このウイスキーとかじゃなくてもいいんですけど、このチューハイとか、このなんとかっていうのを、お酒ね、これユッキー飲んでんじゃねみたいなの、いちいち検索すんのは、ぶっちゃけ俺の動画1300個ぐらいあるんで、めんどくさいと思うんですよ。そういう時に多分、さっき俺がその時にトップバリューのウイスキーの件でね、あれしたのが、ユッキーってカタカナで書いて、その後にスペース、空白のあれを入れて、その後にトップバリューでググる、トップバリューってカタカナでね、打って検索した時に、さっきのトップバリューのウイスキーが出てきたんで、そういった感じで、ユッキーってカタカナで打っていただいて、ウイスキーの名前とか、適当に、この人飲んでんじゃねえかみたいなのをコピーってやると、結構出てくるんじゃないかなって、ふと思ったんで、それをね、ちょっと動画のね、冒頭でちょっとね、ちょっと言わせていただきました。はい。ということでね、こういうことを言うことによって、過去の動画の再生数が伸びて、ボクチンのこのマネーがプププププーみたいなね、もらえるってことです。そのために一応言っときました。はい。僕は素直な人間なんでね。女性は素直な人間が好きとね、言ってますね。ボクチンはね、毎回ね、言っております。もう可愛い子がいたらね、可愛いな、この子、セックスしたいわーって。言ってますけどね、誰もね、素直なね、クソ女どもね、素直な男が好きとか言うといてね、俺には全く見向きもされません。何なんですか、クソども、マジで。素直じゃんだって。可愛い女の子いたらお前、セックスしたいわーって。ね。俺が一番大好きなね、芸能人の、ね、菅野美穂さんと、もね、言いますけどね。菅野美穂さんとエッチしたいわ。セックスしたいわ、マジで。あと、二番目に大好きなね、あれ？誰だっけ？俺ね、結構ね、ボケが激しいんでね、若年性痴呆症なんですよ、僕。いつもね、言葉に詰まるんですけど、本当にさ、勘弁してほしいわ、マジで。菅野美穂さんはね、すんごいね、あれなんですけど。あれ、誰だっけ？綾瀬はるかちゃん、綾瀬はるかちゃん。綾瀬はるかちゃんとセックスしたいわ、マジで。綾瀬はるかちゃん、マジでセックスしたいわ。本当にさ、可愛い女の子さ、この二人ぐらいかな。あと俺、ぶっちゃけて言うとどうでもいいんだよな。でも、二次元にはたくさんいんだけど、セックスしたいわーって言ってもね、二次元に向かってセックスしたいわーって言ってもね、絶対叶わないからね、あんま言わないように してる。この二人ぐらいかな。マジでセックスしたいのはね。この二人ぐらいですね。三人は多分いない。でもそこら辺の街中にさ、出歩いてさ、ぴゃって見てさ、なんか美人がいる。しかもなんかやけにスカート履いて、網タイツ履いてる。うわー、セックスしたいわーってなる時はもう、
ほぼ毎日外出たらありますけどね。はい、ということで、始まりました。ゆっきーチャンネル。ゆっきーチャンネル。ね。札幌のルビーベルグですね。これは以前飲んだんですけど、まあ、また紹介しましょうか。限定醸造。甘酸っぱい香りと爽やかな後味。ベルギー産バッカー使用。ベルギーのフルーツビールになら、学んだチェリーの甘酸っぱい香りと爽やかな酸味。特別に作られたルビーのような色合いとフルーティーな味わいをお楽しみください。かっこ本製品はビールではありません。発泡酒です。あ、俺発泡酒だったんだ。あれ、レベルアップしてない？あれ、あ、これ完全にあれしたぞ。リニューアルしたパターンだな、これ。1年前か2年前ぐらいに出たやろ、これ。これ絶対リニューアルしてる。発泡酒になってる。しかもアルコール度数が 4% って昔確か 5% ぐらいあったはず。1% 下がったな。それとも俺がルビーベルグを飲んでないかもしれない。もう俺が記憶違いで飲んでないかもしれない。まあいいや。果汁が 0.8% 使用。いや、発泡酒じゃなかったと思うけど。絶対第3のビールだと思って買ったけど、発泡酒だったんだね。知らない人多いと思いますけど、第3のビールと発泡酒は全然違いますからね。日本でビールって、まあ、一般的に言われてるのが、生ビールっていうか、まあ、ビールっていうのと、発泡酒っていうのと、第3のビールっていうのがあるんですよ。まあ、リキュールとかね、言われてるんですけどね。麦芽のうち、ベルギー産麦芽を 50% 以上使用。チェリー果汁を 0.8% 使用し、発酵させています。札幌ビール、日本国内の工場で製造していますって書いてあります。麦芽使用率 25% 未満と書いてあります。マジか。原材料が麦芽とホップと、大麦と糖類とカラメル色素とチェリーと酸味料と野菜色素と香料。これはちょっと楽しみですね。俺以前飲んだけど、こんなんじゃなかったはず。うわ、すっげえ真っ赤じゃん。俺これ前飲んだ気がすっけどな。違ったっけな。全然違うじゃん。あれ？俺前飲んだ気したけど違ったっけ？っていうこういう時に、はい、Google を開きまーす。そんで、ユッキー、カタカナユッキーのルビーベルグと、ググれば、一発で、あ、飲んでねえな。出てこなかったってことは飲んでないってこと。あ、飲んでないっすね。もう、飲んでないってことほぼ確定しましたね。俺飲んでなかったわ。ずっと俺飲んでたと思ってたけど、違うな。あれか、ブラウンベルグか。あー、それだ。それだ、それだ。ブラウンベルグだ。ブラウンベルグだ。乾杯。あ、酸っぱ。うわ、なんだこれ。ルビーベルグ、数量限定発売。あー、なるほどね。この商品は2015年ホワイトベルグのキャンペーン商品として、景品として製造したところ大きな反響をいただき、また昨年ホワイトベルグフェスで復活販売した際にも、特に女性を中心に人気を集めたことから、この度数量限定で発売することになりました。はあ、だって。発売日が2017年の11月の21日で全国で発売してるっぽいです。うん。これ確かコンビニで俺買った
うん。これローソンですね。間違いない。ローソンで買った。俺当てて、だってポイントで買ったもん。俺ローソンのさ、ロッピー端末で、俺ローソンの俺、あれ、クレカ持ってるから、それでポイントで、100ポイントぐらいで買いましたね。うん。酸っぱい。ああ、これはさくらんぼ。さくらんぼ独特のこの甘酸っぱさと、女性を人気に、女性を中心に人気って書いてあったけど。まあやっぱり男とはやっぱり全然違うなっていうのがわかりますね。これは個人的にはあんまりそこまで美味しいとは思わない。うん。っていうのも、結局、以前出てたって今も出てるけど、ホワイトベルグっていう商品とブラウンベルグっていう商品に比べると、明らかにビール感がほぼ全くないということですね。ほとんどチューハイです、これ。チューハイ。うん。ホワイトベルグも ブラウンベルグも恐ろしいほどうまかったんですけど。俺確か五つ星、どっちも五つ星つけてるんですけど、これは大して美味しくない。うん。というか、チューハイですね。ビールのカテゴライズじゃなくて、チューハイのカテゴライズでしょ。うん。これは、なんか、あ、ビール飲もうっていう気分の時に、チューハイ、はい、チューハイ、みたいな。うわぁ、みたいな。チューハイの飲まされた感、すごいっすね、これ。なんか、せっかくさ、ポテチ用意して。よーし!ビール飲むぞ!みたいな。って時に、ね。そういうことです。うわ!全然ビールじゃねえ。これ、チューハイだ。みたいな。かーこれだから、まーんわ。って感じかな。もう、お前らは、もうさ、甘いさ、あれでも飲んでろよ。カルーアミルクでも飲んでりゃいいんだよ。ビールフェスタに来んな。みたいな感じですね。うん、ちなみに、これ全部俺が素直な気持ちで言った素直な人間ですよ。俺、素直な人間だからね。わかる?君たちは責められないはずだよ。ん?女性リスナーたち。ね?素直な人が好きとかね。言っておきながら。ということは僕は味方なはずだよね。ねえねえねえ。僕を責めることはできないはずだよね。ぷぷぷー。
本当にさ、女ってさ、マジでさ、結局自分の都合のいいように素直な人が好きってこと。結局素直とか関係ない。自分の都合のいい解釈をしてくれる人間が好きってこと。クソじゃねえ、完全に。完全にゴミかす人間だよ。そんな人間いるわけねえだろ、バカ。人生やり直せよ。ゴミめ。ゴミめらが。マジ。そんな人間いるわけないじゃん。ちょっと妄想しすぎじゃね？マジで。まあ、まあいいや。それはまあ置いとくとして。実際のところこのルビーベルグは、なんだろう。なんかえぐみが、えぐいというより、なんか香りにちょっと若干、なんだろう。なんかおかしい。うん。何かおかしさを感じる。なんだこの、不愉快な感じは。不愉快。何かおかしい、おかしい、おかしな味がする。うん、なんか違和感が感じる。なんだろう。わからん。まあ、まあ、よくわかんねえ。よくわかんねえけど、なんだろう。おかしい味がするっていうのは俺でもわかる。なんか違和感を感じる。うん。うん。これは、あんまうまくねえな。うん、あの、女性がどうたらこうたらっていう、あの、ああいうのは一切抜きにしたって、これ自身、発泡酒として出されてるんですが、やっぱり期待を裏切られた感もあるよね。甘み。まあ普通ぐらいか。香り、まあ香りも。そこまでうまいっていう、あれじゃない。まあ、ただ頭が痛い。ただ単純に、なんだろう、ビールに、サクランボのジュースを半分混ぜたような味です。ということでご視聴ありがとうございました。あ、じゃあ、2、3、4、3です。ご視聴ありがとうございました。